総裁のインディーの現場お願いします。ありがとうございます。まあ、前回もですね、銀行の通帳とか、うん、いろいろ見ていただいたとか、はいはいはい、日本のかつてのこの地銀、グッズを全部保存しておきましたので、おもう今はもうね、あの九州合併があったりとかね、うん、いろんなことがあってなくなってる地銀もあると思うんですよ。ああ、はい、これ銀行でもらったものですか？銀行でもらったもの全部取ってあります。すごいな。あ、もう全然でいいんです。物の違い。例えばこれが前お話したあのこのキャラクター。何これ？ニコット君。ニコット君有名ですか？ニコット君。ニコット君、ね、私の間では有名です。どこでもらったんですかそれ？ニコット君はあの覚えてますか？はい、ね、トルコ村、ああ、ロシア村、ロシア村ありましたね。ガリバー王国、はいはいはい、の新潟中央バンクでございます。の貯金箱です。貯金箱。なんでニコット君なんでしょうね。ニコット君なんですよ。新潟中央銀行のキャラなんですか？キャラなんだと思いますね、ニコット君。そうですか。これも誰も持ってないですからね。確かに、確かに持ってないでしょ。だから僕はね、ここでね、これを紹介したら、うん、これメルカリで売ろうと思ってるんです、うん、買ってくれる人がいるかどうか分かりませんが、でも集めてる人いるかも、いるかもしれないし、いるかもしれない、分かんないですね。懐かしい、この貯金箱、新潟中央銀行の貯金箱でお金貯めるんだとか、そういう人も、うんうん、ね、ほら10万円って書いてありますから。これ貯まるやつですか？はい。何入れたら10万円なんですか？100円玉、500円玉？多分500円玉じゃないですか、この奥さんからすると。あ、500円玉入れたら。ちなみに新潟中央銀行って今あるんですか？ありません。ありませんか。大変なことしてしまいましたよ。ああ、そうですか、はい、もうないんですか？そうなんです。いや、でも私このポチャッコとか普通に大好きだ。ちょっと取り上げてくださいそれ。いいですか？大好きですか？これポチャッコ見てあげてください。見てください。これサンリオで人気の、はい、あ、そうなんですか。キャラクター。はい、ちなみにそれはどこの銀行なんですか？これですか？これはですね、これもなくなりました。兵庫銀行というところでございまして、あ、かわいい。この何でしょう、日本語をローマ字で書くっていう、いつも仲良し、うん、そう食べすぎてもう動きない、はい、かわいい。うまい、いいですね。そうなんですよ、はいはいはい、はい、じゃあこちらの貯金箱どうですか？これは私知らないんですけど、ホックン。ホックンですよね、全然知らないですよ。ホックンって言われたよ。渋垣隊にいたから。ホックンですよ、モックン、ホックン、ね、モックン、フックン、ヤックン、ホックンです。4人でしたっけ、ね、4人でしたっけ。北斗銀行さんだから。ホックン、かわいいですね、それは、はい、すごい。柴犬だと思います。へぇー、もうね、多分ね、これ1995年とか1990年、90年代、99年代で集めてるので、もう、うん、はるか20年前のキャラクターでございますんで。でもなんか懐かしいですね、あの頃って銀行を作るとすごいなんかいろんなものもらえる。なんかティッシュペーパーとかね、いろんなのもらえましたよね。もらえたりとか、タオルとか、試供品がすごいですよね、はい、これ年賀状をまとめるやつですかね、画像ホルダー。ああ、そういうことか。そういうの持ってんだ。この人はご存知ですか？これ初めまして、田島理香ですっていう。ちょっと存じ上げない。でも1990年代のあれなんですかね、田島さん。田島なんかアイドルとかですかね。なんかね、ここの地区の出身の方のアイドルとかやられてる方とかですかね。はい、これは誰なんですかね。これどこですか。はい、え、これですか。あ、これだけなんかね、はい、気になりますか。すっごい昭和感あふれてるんですけど、この写真が。確かに。すごい昭和感あるんですけどね。これは今でもダイソーで売ってる可能性がありますね。ただネットフリーな。古くないですか、その写真が。写真というか絵がすごい。こんな古くないですか、やっぱり。うんうん、宮銀家って書いてありますよ。そうそう、ボーナスは宮銀家。宮崎銀行。はい、宮崎銀行でございます。宮崎銀行。はい。ほら、ここにもちゃんと細かくですね、宮崎銀行って書いてあります。トムとジェリーのティッシュペーパー、はい、ね、はい、これ何なんだこれ。簡単掃除機紙パックだ。そうですね、あのトム&ジェリーは掃除機の紙パックも銀行でもらえるんですよ。すごいな。簡単掃除機いろいろ入ってますね。あと入浴剤バブ、いや、バブこれも入ってる。素晴らしいですね。いや、使うでしょ、掃除機前でしょ、顔の
いいね、こんなにくれるんですか。くれるんですよ、袋に入って、もうこのね、あの簡単掃除機缶パックはナショナル、東芝、日立、産業、三菱、シャープ、富士通、デンナル、NEC 全部使いますから。すごい、昔はね、結構ガッコンって外してね、そう紙パック入れてましたからね。はい、これは宮崎行ってもらったりするんですか。宮崎銀行でもらったんです。で、宮崎、東京支店かもしれない。東京支店あるんですか。ある、あったかもしれないです。いや、俺だからもう地方行ったと全然見てか知らないですね。地方行った時に作ったりとかする時もあるので、まあ今ね、だいぶ ATM 減っちゃいましたけど、あの東京駅周辺とか結構ちっちゃい銀行あったりとか、そう、うんうん、あの地方の方がその地元で口座作っちゃって、うんうん、で東京駅でっていう感じで、はい、あ、そういうことですか。でもよくあった、こういうペンもらったりとか、はい、フィリックスって書いてますね。似てるんですよね。これ有名なキャラクターですよね。そうなんですかね。どうなんですか。フィリックス。フィリックスガンマス。10円のガンマス。そうだ。ここに出てた。あった。フリックスガム。ありましたね。ブギンって書いてあるんですけど、ブギンってなんですか。ブギンですか。ブギンってのあるんですよ。ブギン。どこですか、ブギン。どこ。いや、ただブギンしててもいいですよ。絶対。なんですかブギン。あの西武池袋線ですよね。池袋西武新宿線とか、はい、そうです。そしたらブギンはみんな知ってます。西武のブ、いやー近いですね。え、武蔵野銀行です。ああ、それのそしたらわかりますよね。武蔵野がの武を取って武を取ってブギンブギンっていうんです。確かに、武蔵野銀行か、はい、これキャラクターどうなんですかね。これなんだろう、これなんですかね。これはわかんないっすね。リトルボブドッグ。あ、まあそうでしょうね。リトルボブドッグでしょう。これはこれサンリオ。サンワードって書いてある。サンワード、サンワード、なんか全部かすりますね。何かに何かにね。サンワードサンリオでもないね。サンリオではないですね、うん、サンワードって書いてある。でもなんか見たことあるキャラクターなんですよこれ、うん、リトルボブドッグ、まあ、でもなんか全体的にこうほんわか柔らかい感じのこうワンちゃんとか、そうですね、ココちゃんとか感じはありますよね。はい、これは有名でしたね。はい、こちらは、あ、これは一緒なのか。やりましたよ、トマンドジェリーやったりしました。今の5分前の記憶がないってどういうことですか。これは有名ですね。さっきやったばっかりですよ、宮崎銀行は。今やった、トマンドジェリーは。すいません、まさかここに来るとは思わなかった。そっちじゃなくてここに急に、いや、じゃあ取り上げたの下に下ろしましょうね。分かりやすく。そうですよ、分かりました。お願いしますよ、寺ちゃんのために。1分前の記憶もないんですから。俺は分かりました。これは何ですか。三重銀行、ティッシュペーパーありますね。はい、ティッシュペーパー。これもしかしてこれもキャラクター知ってんじゃないですか。これ何、これいっぱい愛して、今でもありますよね、三重銀行ね。あると思います。だっておかげさまで今年創業100年を迎えることができました。100年って相当な歴史ですよね。これは何ですかね。ミミックマイク、あのこれはサンリオです。本当ですか。サンリオ知ってますか。サンリオです。いえいえ、あ、本当だ。あ、サンリオ知ってますか。 いえ知らないキャラってあるんですか、サンリオで。あのやっぱりこうマイメロディとか、あ、マイメロとか有名ですよね。あ、まあ、キティですよね。ケロケロケロピとか。そう。あ、インディーなサンリオのキャラクターがいるってことですか。サンリオの中でも、まあ、すごい大人気っていうことではなくとも、でもその当時人気だったかもしれない。そうでしょう、ね、でもいっぱいあるでしょ、タキシードサムとか、タキシードサムとか。あ、ハンギョドンは知ってますよ、うん、あのタキシードサムも確かどっかの銀行でやってたはずなんですけど、とか、サンリオさんは結構あちこちやってるはずなんですよね。あ、これサンリオキャラですか、うん、でもこのワンちゃんってキャラクターになりやすいんですよね。片目だけこう、あの黒いのついてるワンちゃん、アニメとかにもなったり。いや、すごい可愛いなと思いました、これ見た瞬間。ちょっと待ってください、これもしかしたらこのキャラクター、サンリオでも貴重なキャラでしょ、うん、かもしれない、うん、欲しいっていう人、やっぱメルカリでやったら売れるんじゃないですかね、うん、確かにね、これサンリオのファンだったら。サンリオでほら全キャラ揃えたいとか、そういう人にとってはいいですね。これ売れるかもしれませんね、やっぱりね。ですね。あ、ちょっと頑張ります。これキャラクター強いですからね。俺今回これできっかけで初めてメルカリをやろうと思ってくれないんですよ。
はい、いやでもいいと思います。私たち、あのなんかメルカリ代行とかしたらいいかもしれない。なんかあね、売れたいと思ってる人いるかもしれない。確かに、うん、これ東日本銀行めちゃくちゃいいっすね。これまあティッシュが入ってて、あれさっきと同じキャラですよ。あれえ本当ですか。さっきと違う東日本銀行、さっきと違うんじゃないですかこれ。さっきやりましたけど、これ同銀ですよ、はいはい、北海道と北海道銀行です。東日本映るんですかねキャラクターが。あー、まあでもミッキーみたいなのもあっち行ったりこっち行ったり下にしてるんですか。あ、ね、まああっちでもこっちでもね、ミッキーがあってもいいですよね。これ何なんだろうな、これ何レンズの裏表に液をまんべんなく塗りますって書いてありますね。レンズってことはメガネですか。曇り止め。曇り止め。あ、曇り止めだ。すごいね、それいいっすね。日光曇り止めって書いてあるんですか。これすごいね、この銀行でもらえるものって。いやいやいや、もうね、すごい。いいっすね。予想がつかないですね。予想つかない。素晴らしい。ああ、これ。なんか見たことないものありますね。あ、これおしぼりですよ。携帯用のおしぼり。携帯用の、はい。持ち歩けるように。はい。あと総裁が開けてない、うん、あのやつが結構この紙で包まれてるやつ。あ、ペンとか入ってて、それいい、高級そうっすね。とかも。本当だ。開けてない、ね。これいいじゃないですか、重いし。あ、開けちゃうんですか。開けましょうよ。だってメルカリがほら未開封っていうのが人気あるんじゃないですか、ね。いやいいんですか。開けちゃう。それ中身見なけたら売れないでしょ。うん、開けちゃいますか。開けちゃいましょうよ。また20年を超え、時を超えて。そうですよ。食べ物だったらどうするんですか。これ、もうシールが色が変わってますよこれ。こっちもそうですよ、なんかペラペラしちゃってる。これ何銀行ですか。ちょっと日本信託銀行、ね、日本信託銀行、開けますか。開けましょう。ティッシュと入浴剤ですね、これね。入浴剤多いですね。入浴剤多いね。あ、開けてないんですけど、はい、バスクロックって書いてある。だから時計、お風呂に入ってる時に使う時計。あら、なんかすごいのが出てきましたよこれ。バスクロック、へえ。防水ですよ、防水。だからお風呂場で使えるんですよきっと。プレゼントで時計ってすごいですね。全員にあげてるんですよね。はい、電池入ってますよこれ。へえ。しかも総裁なんて1円とかしか。本当だよ ね、通帳に1円しか入れなくて ね、時計までもらえるってどんだけ。超赤字ですよね。 おしゃれ、色も。へー、いい。ちょっとおしゃれ、本当にちゃんとしてますよ、すごい。ちゃんとしてる。ちゃんとしてますよ、これ1円しか入れてない銀行だった。日本信託銀行、ひどい。いやちょっと日本信託銀行、これは素晴らしい、ね、素晴らしいですね。あ、ちょっと開けるの楽しいですね、これね。ちょっと楽しいですね、はい。これ開けたら分かるのか。え、なんだこりゃ。え、これ何ですか、総裁。これ何ですかね。あ、あ、電卓とペンだ。あー、すげえ。高級。すごい縦の、すごい細いですね、その電卓。見たことないですよ、そんな細い電卓がもう。この頃ってほら、あの胸ポケットに営業の人が入れやすいよ。そう、電卓とか。そんな感じなんですかね。すごい。静岡銀行ですよ、こちら。静岡銀行、静岡銀行は今もありますよね。ありますね。これは大きい銀行ですね。地銀ですね、地銀で頑張ってますよ、これティッシュなんですかね。キャラクターがわかんないね、これね。わかんないですけどね。でもこれ財布なんかもいいじゃないですか。財布あった。財布くれるってすごい。1円ね、入れたらこんな財布がもらえるんですからね。あ、本当だ、革の財布です。これいいじゃないですか。革の財布、小銭入れね。はい、しずきんさん、ありがとうございます。シューズクリーナーでしたよ。でもシューズクリーナー、ちょっとあげますよ、シューズクリーナー。あ、なんかすごいですよ、シューズクリーナー。色が多分3色ある。なるほど、革靴とか、うん、磨くときにね。あ、いいですね。3色色がありますね、これすごいな。すごい、ちょっと今じゃ考えられないですね、シューズクリーナーってなかなか。あ、なんかちょっとあのスポンジがもうかびてるじゃないですか、それ。劣化しちゃってるけど、
これ使ってくれないから、そう、このように完全にもう劣化してますけど、あ、ダメだ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 ダメ、これ触ったらダメ、ダメですよ、触ったらダメだ、ダメダメ。最強信用金庫、はい、これ何か、何ですかね。最強信用金庫はまだあります、まだあると思います。あ、そうですか、うん、結構重いですよ、結構重いです。ちょっと開けますね。出ました。何、え、石鹸、じゃーん、いいですね、石鹸、優しい石鹸、優しい、これもう資生堂の、あ、ちゃんとしてる資生堂、これ石鹸売ってないじゃないですか、このないですよ、いい、すごい、これ2個入ってる感じ、はい、石鹸もらいに行くのにもいいですね、これね、これは何ですか、はい、干支の表ですかね、なんか、この日はいい日とか悪い日とかが書いてあるんですかね、全部。旧歯生とかそういうことですか。ああ、まあだと思いますね、これ、はい、これ毎年、ね、買うじゃないですか、お参りに行くと ね、はいはいはい、こういうやつが、まあ、きっとお正月でもらえるもらえるというね、はい、一泊修正とかね、愛知銀行があったりとか、わかんないですけど、福岡中央銀行とか、これも大志銀行とか、なんかあれですね、なんか写真のファイルみたいですね、写真のファイル、はい、これは、はい、桜銀行ですね、桜銀行、有名どころですね、これ、まあ、これ本だと思ったら中が手帳です。え、手帳、手帳ですね、なんか自由手帳って書いてありましたよ、自由なことは書けるという、すごい、書いてありますよ、慌ただしい毎日の生活の中でと心に留まった何気ない思い、大切な人との約束の時間と場所、会話の中で街中で興味を持った様々なものたち、うん、そんな日常の事柄を自由に書き留めてほしい、そんな一冊ですって書いてある。いいですね、白い風景、白い風景、いいですね。桜ってでもなんか何かね、メガバンク、そう、メガバンクですよ、はい、ここは長銀、長銀ですね、長期信用金庫、どんだけメモくれるんだよっていうここ大変な ね、もう本当に大変な銀行でしたね、はい、安田信託銀行っていう、はいはい、安田信託、もうだって長銀です、増やし上手増やし上手今新生銀行になってます。あ、ここ新生銀行ですか。これが新生銀行、でも新生銀行ももしかしたらもう上場をやめるみたいな、はい、そうなんです、まあいろいろあって、公的資金注入でほぼ返済が終わるって言われてるんです、うんうんうん、だから公的資金注入してもあれ返済してるんですよ、ずっと、はい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 、今まで、うん、あれから、うん、下手すると20年ぐらい返済してるんじゃないですかね、うん、はい、ずっと、え、じゃあなくなっちゃう、いや、なくなるんじゃなくて多分他の銀行と一緒に合体になっちゃう、合体するとか、まあ、そんなことがあるかもしれません、はい、安田信託銀行、はいはい、なんか安田信託銀行って聞いたことありますよね、ある今でもあるじゃないですかね、可愛いキャラクターですね、これ、はい、かわいい、これは何でしょうか、何でしょう、およよ、あ、わかりますか、およよ、およよ知ってますか、およよ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 、およめ、およ猫ブーニャン、およ猫ブーニャンって、これアニメ、あ、漫画ですね、漫画のキャラクターです、書いてるわけで、あ、皆さん見てください、山形幸せ銀行を、トップ、トップ、あ、ちっちゃいな潜在、潜在トップです、トップ、トップですね、はい、潜在トップでございます、かわいいっすね、かわいいですね、見れるな、アクアフレッシュついてきてますよ、歯磨き粉、歯磨き粉ですか、いいですね、実用的でいいですね、3色ぐらいのやつですよね、よく CM でやってませんでした、はい、乗せた時に、はい、どこですか、その銀行は、アクアフレッシュ、これは、第三銀行、第三銀行、通称三銀って言われてるらしいです、まあ、どこでしょう、はい、どこですか、三銀どこですかね、第三って、なんか銀行の設立の順番、あ、三重銀行かな、でも、まあそうか、銀行の番号がありまして、はい、できたたんびにそれで番号をつけるっていうのが結構、はい、昔はほら百十四銀行とか、いろいろあるじゃないですか、はいはい、これも九州合併でないと思います、ないないそうです、はい、三重銀行と、2021年に
第三銀行は合併し、あそうなんですか、赤フレッシュは合併してしまったんだ3つと。あそしたらなんと33銀行になりましたと。第三だから33銀行だからこの3つの色で赤フレッシュじゃないですか。3色だから3にこだわってるんだ。そうっすね。いやテレちゃんこれって歯磨いてみませんか。口の中にだけは入れたくないですよ、そういう。だっていやいや飴いっぱい舐めてんだから、このいやいやいや第三銀行で洗って歯磨いてみましょうよ。いやいや30年前のものはもう口には入れちゃいけないって母親にいつも言われてることなんですよ、俺は。いつも言われてる。それはまあ遺言だったんですよ。口だけは入れるなと。30年前分かりました。これ山梨中央銀行、はい、こちらまだ開いてないですよ。靴磨きですね、またこれは。靴磨き多いんですよ。靴磨き多いね。ティッシュ、まあ、サラリーマンの方がね、革靴でいらして磨きませんかみたいな感じですね。で、これは劣化してるかどうかがポイントなんですよ。絶対危ない。あら、あ大丈夫ですね。これはね、大丈夫そうですね。大丈夫ですから、これ液体とかついてないからいいんじゃないですか。スポンジだけパサパサパサ、スポンジだけだから。ただのスポンジですね。大丈夫ですね。じゃあ大丈夫かな。お菓子の匂いが、お菓子の感じが、あお菓子感がお菓子感がありますね。これ食べますか。いやいやいや、ね、総裁がそういうの得意分野じゃないですか。いつも16銀行腐ったものいつも食べてるんですから。あ、本当のお菓子ですよ。長ら園っていうんですかね。おお、はい、あ、かわいい。トムとジェリーが書いてある。ほら、トムとジェリーの、ほら、いやいや本当にね、30年前に出会いたかったですよ。です、ね、正直なんし、美味しそうだなと思いますよ、うん、30年前にそのことを教えていただいてればよかったなと、うん、食べるでしょ、今開けたら。いや今はいいですよ、お腹いっぱいだから。いらないですよ。なんで。いや本番中は僕一切何も食べませんの。そうですね、ちょっとね、はい、うん、急にね泡吹いたらやばいっすからね、うん、だって消費期限も賞味期限も30年って聞いたことない。聞いたことないですから。これいいな、富士銀行。これはね、はい、有名なところです。有名どころですね、富士銀行、はいはい、これはライトです、ミニライト。ミニライト、あ、ライトですか。ライトは、これはもらってありがたいですね。はい、これ本当ありがたいですね。ありがたいですね。むしろこれは防災で使うべきやつですよね。ちっちゃくてね、携帯用に持ってたい、はい、うん、なるほどね、素晴らしい、富士銀行、さすが富士銀行、さすが富士銀行ですね。謎のストーリー入って第一勧業銀行だから、これは有名ですね。有名ですね。もう第一勧業入ってましたね。持ってましたね。みずほ銀行でいいんですかね。あ、そうですね。あ、今みずほですか。みずほ、ね、が第一勧銀ですね、日本工業とかなんか。カゴに入ってる。カゴに入ってますね。食べ物ですかね、これ。あ、あ、なんか、あ、お風呂セットみたいですね。あ、よかった。あ、お風呂セットですか。あ、なんかまた食べられるのかな。ハニーって書いて。蜂蜜かと思ってびっくりしちゃう。これも食べ物かもしれないですね。ことぶき。どうですかね。和歌山。和歌山銀行。鉛筆かなとか思って。そんなんだったらいいですね。鉛筆ですかね、これ。嬉しいな、そんな。お、あ、箸？ああ、箸かもしれないですね。長さ的には箸と。いいですね。箸なんかくれですか。ああ、箸ですね、これ。ああ。なんか、お正月かな。和歌山銀行。あ、もう割り箸みたいな、割り箸ですね、はい、これ実用的ですね、絶対使う。なんかお正月にね、いいですね。じゃあ本当にじゃんけんでね、はい、いやじゃんけんじゃないっすよ、じゃんけんでね。いやいや、じゃあ中だけ見てみましょう。まあまあひとまず、まあ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 、本当にね、コマンドジェリーですよ、うん、大丈夫ですか、うん、別に。ほら16バンクってちゃんと書いてありますよ。おすごい。匂いを感じてみてください。いやいやいやでもカビたりはしてない。カビじゃないんですよ。カビじゃないですけど独特な匂いがしますね。いや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 、いや本当にこれ結構やっぱ30年前だな。封印しましょう。いいですか、封印。ちょっと割ってみますよ。うん、どうぞ。まあ、虫が出てるわけでもないですよ。独特な匂いしますね。ああ、やっぱ30年前だから。だから本当詳細食べない方がいいっすよ、うん、そういうのを食べて。ちょっとだけ食べましょう。泡吹いたって俺知らないですからね、本当に。乾杯、うん、もうやめときましょう。もうやめときましょう。もうダメですかね、うん、やめた方がいいですよ、本当に。それやめた方がいいですかね。いやいやいや、60過ぎてる人はそういうことやっちゃダメですよ。今のぐらいだったらちょっと
なんか汚染された空気吸ったぐらいで済むかもしれないけど。いや、じゃあ十六銀行さん、美味しくいただきましたんで、はい、ありがとうございます。30年後に、30年後に美味しくいただきましたんで、ありがとうございました。ちなみにですけど、甘みとかは感じたんですか？ないですね、なんか。味しないですか？なんかすごい劣化してました。なんかお腹鳴ってますよ、大丈夫ですか？ギュルギュルギュルってなった。大丈夫ですか？体がもうびっくりしてるじゃないですか。ちょっとお水とか飲んで流した方がいい、薄めたくない。お腹がぐるぐるぐるってなったよ、今。危ないって、本当だよ。聞いたことない音がした。分かりました、水を飲みたいと思います。